はい、こんにちは。昔の道具、ミングたちです。今回は、木ろくろ、木のろくろですよね、について話をさせてもらいます。木のろくろといってもね、木地師の話からしないといけないですね。なんとね、1100年の歴史を持つ、日本の伝統技術なんですね。まあ、日本はね、木の国ですからね。木の細工物っていうのはすごいですよね。それをね、回転式で削っていくっていう。これね、1100年前、9世紀頃からやってたって驚きですよね。現在もね、道具が残ってるんですよ。木地師っていうのが何なのか。日本木地師学会っていうのがあるらしいんですけどね。とてもとても奥が深いんですよ。そりゃそうですよね。長い歴史を持ってる技術ですからね。だからね、軽はずみに適当なことをこうやってこういうところで話せないんですよ。何を怒られるかわかんないというね、奥の深い重たい話なんだけど、それを軽く話すのが広真ですから、全然恐れていませんが、まあもし間違ってるとかいうようなことは自分で調べていただくということで。さあ、木の器ですよね。木の器っていうのはこういう感じでいろいろありますけどね。木地って言うんですけど、木地って言ったらこの一番下のね、そば打ちのね、木地がね、木地って言いますよね。これ僕欲しいんですけどね。そばを打ってね、食べるのはね、うまいんですけどね。何度か挑戦してね、もう最初は食えたもんじゃなかったんですけどね。ちょっとそばっぽくなるぐらいのところまでは、行ったんでね。やっぱね、もう道具を触る広実としては、いい蕎麦が打てるのか打てないのかっていうのは、いい生地を使うかどうかというふうに責任転換をしておりますけどね。まあそういうような木を掘ってね、回転しながら掘って作った器ですよね。それにね、こけしとかも木地師の作ってるものですよね。当然ね、いい材料で、素晴らしくできたようなものっていうのは、こう、漆を塗ってもらうんで、漆職人ともかなりつながりはあったと思うんですよね。しもまたね、すごく奥が深い話なんだけど、まあ、今日は木地ということでね、使用させてもらいましょう。これが、木ろくろっていうやつですね。まあ、木ろくろっていうのかな。まあ、木をやるろくろですよね。ここの、先端に、針がついてましてね。ここに木をガンと打ち付けるわけですよね。そしてここロープをぐるぐる巻いてますけど、両方の端を握るんですね。そして引っ張ってね、ぐるぐる回すわけです。そしたら回転がね、一回転じゃないんですよ。こう回転するわけですよね。いってこう。で、こう、刃を当てた時にぐっと引っ張って戻して、ぐっと引っ張って戻してみたいな引き方をするんだろうなと思うんですけど、まあ、この下に絵がありますね。これは古い絵なんで、これを見てたら、もうほとんど同じなんですよね、形が。だから、同じ形でね、ずっと使ってた、変わらないミングっていうものの一つ、だろうと思うんですよね。話によってはね、水力を使って、水車みたいなんでね、水力を使ってやってたっていう話もあるんですけど、ちょっと現物は見たことないんでね。こういう方がポピュラーだったのかなと思いますね。僕がミングの整理、数万点、まあ数十万点ぐらい見てるんだけど、この木ろくろは3つしかなかったですね。もう1台あるんだけど、中の芯がなかったですね。この3つしかなかったんだけど、資料館とかね、博物館とかではちょくちょく見かけますよね。多分全国的にあるんだろうけど、なかなかね、定住する職業じゃない分、残りづらいのかなとは思いましたね。1100年の歴史を持つ木地師。今の滋賀県です。近江の国。親王が考案したって言われてるんですけどね。まあ、その地域で考案されて、それを広めていったから、そういう伝説になったんだろうなとは思うんですけどね。これもね、いろんな伝説があったりとか、ここから広げるっていう。大体そのせいで宮廷に勤めてると、直轄で勤めて仕事をしてるっていう
天の直轄で仕事をしてるっていう、地位があるもんだから、全国行けるんですよね。これがね、特別な免許ですね。宮廷の奉仕人として、地位を持ってたわけです。でね、こう渡り歩くのに、そんなにね、手形だとかどうのこうのとか調べられたりっていうことじゃなく、その自由に歩ける許可をもらってる。特権を与えられてるっていう免許を持ってるんでしょうね。手形かなんか、通行手形かなんかちゃんともらってるんでしょうね。うん、そういうようなことができるんですよね。そしてね、なんかね、標高がね、7号目より上の木は自由にとってもいいっていうルールがあるらしいですね。ある程度高いところに上がって仕事をするわけですよ。この木を切って、その木を下ろして、下の作業場まで持ってきて仕事をするっていうことになったら、これすごく大変だしね、許可がいろいろ行ったり、人の土地を通るっていうことになるんだけど、そういうことであれば、木を切ったところに山小屋かなんかを作って仕事をすれば、そして出来上がりのものを持って降りるのは軽いですからね。綺麗に切ってお椀型になっているものであれば、軽いですから大量に持って降りることができるわけですよね。だから、現地で仕事をする。いう考え方だったんだろうと思うんですよね。現地で仕事をするって言ってもね、意外とね、すごく仕事をするとね、木がなくなっちゃうんですよね。ちょうどいい木しか取らないんですよ。小さすぎる木とか大きすぎる木は絶対切らないんですよ。これがちょうどいいぞっていう木しか切らない。だから、こう選んで切るわけですよね。そしたら、自分の作業してる周りからだんだんこう木がなくなってくるから、結構木を取りに行くのに距離が出てくる。そしたら同じですよね。下でやるのも、こう距離が出てきても、こう運ぶのが大変でしょ。だったら自分が移動する方がいいわけですよね。その、ろくろとかね、こう、カンヌみたいな刃物とかいうもので、そんなにこう、すごいこう、設備がいるわけじゃないから、自分が移動するんですよね。陶器を作るときに、登り窯とか、たりするのも、あれ薪でね、燃やしますから、もうね、10年かそこらで、もう山がね、剥げ山になるらしいんですよね。だから、そういう焼き窯も移動しながら、やるっていう話を聞きましたけどね。まあ、川のそばにあったら、川で流してきてっていうこともできるんでしょうけど、山の上に作るんだったら、もう、遊牧ですよね。移動しながらやる。それと同じような感じですよね。だから、自分が移動する。だから、基本的にはね、もう自分の所有する財産少ないですよね。だからね、すごい質素な生活ですよね。で、山の上で小屋を作る。その場で小屋を作ってから生活するなんか言ってたら、本当にね、どうなんていうぐらいの質素な生活なんだけど、すごい技術を持った、すごいこう、位の高い人なんですよね。宮廷に直接仕えてるっていう立場なんだね。欲がないんでしょう ね。その辺の感覚っていうのがどういう価値観があったのかっていうのをね、ちょっと聞いてみたいところですけどね。でもね、これがね、そんなことやってたのいつの時代なのっていう話ですけど、ずーっとそういう時代なんですよ。江戸時代もずーっとね、許可をもらって移動できてたわけですよね。で、それなりにみんなから尊敬されてっていう状態だったんだけど、明治維新で日本中の流通が盛んになってきたんですよね。そしたら、自分が行ってとかより物を運んできてもらう方が、材料を運んできてもらう方が楽になってきたわけですよね。だから渡り騎士っていうんですか、山渡りっていうらしいですけどね。騎士がこう動いていく、その山渡りをする騎士っていうのがどんどん衰退してきたっていうことですね。明治維新以降ですね。
だんだん衰退してきたのは。だから多分、とはいえ山の方で仕事してたんだろうから、僕の整理した時の、出てきたのは、愛媛のもう山の四国のど真ん中ぐらいのところの山奥の熊高原町っていうところの資料館から出てきましたから、そういうところにいたんだろうなということですよね。最近はね、こう手でうんかうんかって回す必要もなくてね、エンジンとかモーターでカーッと回しますからね。まあそういうエンジンとかモーターを使い出して運ぶのも大変になってきたから、逆にこう材料を運んだ方がいいっていうことになったのかもしれないですけどね。今はね、安いこう電気ドリル、充電式の電気ドリルとかありますよね。あれをこうやってカチッと添え付けたらできるとかね。そういう機械も1万円以内で揃うみたいな感じでできるんで、割とね、趣味でやる人が多くなりましたね。釣りをするときの浮きとかをね、こう、形をこう、作って色を塗ってとかいうようなものを作る趣味の人っていうのもいますよね。だから、もう、進歩することによって、すごくこう、質も進歩してきたりとかね、手軽に作るとかいうようなこともできだしたんだろうと思うんですけど、このね、1100年の歴史っていうのは、いろんな意味で、いろんな角度で、ちょっと、調べてみたいなと思いますよね。木地師っていう人がどういう生活をしてたのか。だって、地位は高いんですよ。地位は高いんだけど、渡り歩いて掘ったて小屋に住んでね。まあ、昔、樽丸を調べた時も、桶の材料を作るのも、山に入って小屋みたいなところを作って作業するんだというようなことを言ってましたけどね。まあ、大きな木を運ぶっていうことがいかに大変だったか。もう、山の上で製品にしてしまって持って降りた方が楽なんだっていう、そういう考え方とかね。その一箇所で全部使って、ハゲ山にしてしまうんじゃなくて、小さい木は残して、大きい、自分が使わない木は切らないっていうことで、自然を保ってね、10年、20年経ったらもう一回戻ってきたら、ちゃんと小さな木がちょうどいい木になってるというようなね、そういう環境に配慮したっていうのは、昔からそういうことをね、ちゃんと考えてやってたんだっていうこともね、わかりますんで。これはね、ちょっともう一歩二歩深く見てみたいなと。調べてみたいなと思う。最初ね、記録論について話しますって言って、最後、木地師について話しましたっていうのも、おかしな話ですけど、まあそういうことについて話しました。興味のある人は、ちょっと奥まで調べてみるっていうのもいいのじゃないのかなと思います。面白いなと思ったらチャンネル登録、いいね、ぜひつけていただいたらと思います。ありがとうございました。